アンブレイカブル・キミー・シュミットは2015年3月6日からネットフリックスで配信されたアメリカ合衆国のシットコムである。カルト宗教によって3人の女性と共にインディアナ州の地下に15年遊兵された後に解放された29歳の女性キミー・シュミットを主人公とする。犠牲者と見られることを嫌がり楽観的な態度だけをトレートして、キミーは ニューヨーク市で新生活を始める。もともとは2015年に NBC で予定されたドラマシリーズであったがネットフリックスに放送券が売却され2シーズン分がまとめて発注された。シーズン3は2017年5月19日に配信された。2017年6月13日、シーズン4の制作が発表された。 シーズン4の前半6エピソードは2018年5月30日に配信開始された。シーズン4の後半7エピソードは2019年1月25日に配信され、シリーズは終了した。日本を含む全世界で全シーズンがネットフリックスで配信されている。2020年にインタラクティブな特別番組、アンブレイカブルキミー・シュミット、キミー VS 競争が配信された。 キミー・シュミットは他の3人の女性と共に世界の終末を信じるカルト指導者のリチャード・ウェイン・ギャリー・ウェイン氏によって地下号に15年間閉じ込められた後救出されてニューヨークに住むようになる。家主のリリアンのアパートでゲーで売れない役者のタイタスとルームメイトになる。キミーは不合の妻のジャクリーンと出会い息子の子守りの仕事を見つける。キミーは学校に通い始め ベトナムからの不法移民のドンと恋に落ち、現代に適応しようとする。キミーは、ジャクリーンの元での仕事を辞め、ウーバーの運転手となる。ドンはアメリカに滞在するために、老女と結婚をする。タイタスは、土木労働者のマイキーと付き合い始める。ジャクリーンは離婚して、経済的な問題を抱え、しばしばキミーに頼る。ジャクリーンは、金持ちの再婚相手を見つけようとし、 ネイティブアメリカンを揶揄するチーム名を持つワシントン・レト・スキンズのオーナーの息子ラスと付き合って自分のルーツに目覚め始める。キミーは心理的な問題を抱えて精神分析医にかかり問題の原因である母親に会いに行く。地下壕でキミーと結婚していたウェイン氏は離婚を求める。ジャクリーンはラスと共にワシントン・レト・スキンズの解明を目指して奮闘する。 クルーズから戻ったタイタスはマイキーの浮気を疑い別れる。リリアンは司会議員に当選し街に自然食品を扱うスーパーを出店しようとする富豪のアーティ・グッドマンと出会う。キミーはひょんなことからコロンビア大学に進学する。キミーは IT 会社の人事部長となり次に作家を目指す。ジャクリーンはタレントのエージェントとなる。アーティに死なれたリリアンは その厄介な娘と関わらなければならない。タイタスは、ショービジネスとマイキーの選択に迷う。4年後、タイタスは、俳優として、キミーは、作家として成功している。2016年4月15日に配信された。2017年5月19日に配信された。インタラクティブ特番、アンブレイカブルキミー・シュミット、キミー VS 競争が2020年5月12日に、 配信された。ただし2019年コロナウイルス流行による日本語版制作の遅れのため、日本では2020年8月5日に配信された。ありがとうございます。